ちは福助です。マジカルバケーション続きをプレイしていきます。はい、ここまでやってきましたよ。どうもこんにちは。あれ、そなたらに新しき肉体を与えよう。行くがよい。新しき肉体、ちょっと待ってみんな。先生、先生も来たのかな。先生何しに来たっぴ。オイラたちのことが心配だっぴか。先生、私はみんなの担任よ。みんなの最後の戦いを見ておかないとね。先生にはこの先にガナッシュがいるって分かってるんですか。先生、最後だかなんだか知らないけど、先生はバスに戻ってなよ。私たちだけでいいよ。最後だっぴか。これで最後だっぴか。やっぱそうなのかな。本当にここの先にガナッシュがいるんですね。最後の戦いね。なんでわかるの。股間を研ぎ澄まして軽く目を閉じるだけでこの世界すべてが見渡せる。これが魔法の極意。今日の空気を忘れないで。あなたたちにもやがて見えるようになるわ。はい、はい。先生、ガナッシュを助けて。いやー、おいら頑張るっぴ。落第は嫌だっぴ。ここまで来てなんでかな。先生ってどこで会っても先生だな。当たり前のことなのに不思議な感じがするぬ。そうだね、先生、私たちのこと心配してくれてるのかな。先生って何でも見えてるんだな。この先にガナッシュがいるって分かってるんだ、きっと。そうか、さっきのクルクルは新しい肉体を手に入れたってこと。ようやく来たか。ん、不気味な生き物。顔どうなってるのそれ。鼻と目、そこにあるのは。あ、お前がケルレンドゥか。ケルレンドゥだ。直前のせいではケルレンドゥとして生きた。だが今はケルレンドゥではない。エニグマなのか。エニグマも私の一つの写しように写し身に過ぎぬ。私は幾度も再生する。幾度も、何のために。それが命だからだ。お前は何のために生きているというのだ。俺は腐った世界から姉を助け出すために。くっくっく。何かをやり遂げるには二つのものが必要だ。それは力と意志。私には力がある。お前には意志がある。宿主よ、我が力を宿せ。力？待ちなさい、何をするつもり？ん？先生、探したわよガナッシュ。このところで何してるの？帰りましょう。帰る？帰るってどこへ？姉と同じようになりたいんだ。このままでは帰らない。エニグマと融合するつもりなの？今のあなたがエニグマと融合したら簡単に体を乗っ取られるわ。いさ、そうなって何の悲しみも感じなくなるんだったらその方がいい。ダメよ、キャンディーは元に戻ったわ。あなたのお姉さんだって元に戻れるはずよ。あなたがエニグマ好きになってしまったらお姉さんが悲しむんじゃないの。バカにしてるよな。先生だってエニグマ好きなんだろ。俺が先生みたいになるのは反対だって言うのかい。おう、オリーブに聞いたのね。しょうがないな。あ、だからそんな強かったのか、マドレーヌ先生は。え、キャンディーみたいな前例はないって言ってたけど、そうか、エニグマと融合してもこう乗っ
取られないくらいの力を持ってるのか、マドレーヌ先生は。しょうがないな、すべてを見通しなのね。グラントラジェは先生のようにエニグマをコントロールできる魔法使いを作りたくて俺たちを闇のプレーンに行かせてるんだろう。戦争に利用するために。だけど結果はどうだ、エニグマに乗っ取られて自分を失っちまうやつばっかりさ。だけど俺は違う、俺はこいつをコントロールしてみせる。他のエニグマ付きの連中は俺が支配してやる。やれやれ、オリーブにもグランドラジェの心までは読めなかったのね。あ、そうなのか。グランドラジェは他の何かがあるんだね。聞いてがなし。どちらにせよいずれあなたたちはエニグマを知ることになるわ。うん、魔法を極めようとすると必ず通る道なの。あ、そうなんだ。学校が創設された頃はできるだけ生徒をエニグマに近づけないようにしてたけど、それでも何人もの卒業生がエニグマの力を手に入れて戦争を戦火に巻き込んだわ。戦争を戦火に世界を戦火に。だからグランドラジェは考えを変えたの。生徒たちが世の中の仕組みに巻き込まれる前、純粋な心を持っているうちにエニグマと出会わせようと。ああ、なるほど。純粋な気持ちを持ってたら乗っ取られないのか。純粋？大人より子供が純粋だなんていうのは大人たちの幻想さ。ジャンディはそれで純粋じゃない気持ちの時に乗っ取られたからちょっとおかしくなってたもんね。そうか。ガナッシュ、おいこらおっさん、ガナッシュガナッシュガナッシュ、無邪気なだけが純粋さじゃないわよ。純粋さの中には怒りも憎しみもあるわ。そうだね、純粋だね。純粋さが人を傷つけることも逆に自分が傷つくこともある。感情にはいろんな色があるんだからそれはいいの。でも大人になって社会の仕組みに自分を合わせるために魔法を使い始めると始末に負えなくなる。社会の仕組みに傷つけられている人の姿が見えなくなる。うん、その時はもう自分じゃない。自分じゃない。あなたの姉バニラはまだ救われてる。好き勝手に暴れはしたけど純粋な自分の意思で暴れただけよ。まだどうにでもなる。先生はそう強いからそう言えるんだ。先生がただのちっぽけな魔法使いに過ぎなかったら先生だって姉に歯を向けたさ。俺だって先生みたいになりたい、強くなりたい。残念ながらそれは無理よ。はっきり言うな。先生がこんなにはっきりと人を見下せるやつだとは思わなかったよ。慣れなければもういいさ。こんな俺のままだったら死んでしまった方がいい。誰かのようになろうなんて考えないで、ガナッシュ。あなたはあなたになるの。あなたの考えを持ったあなた自身になるの。もしエニグマと融合してあなた自身に近づけるのならそうしなさい。あとは格付けたちに任せるわ。ガナッシュ帰ろうぜ。あんたまでエニグマ付きになったら私たちはどうすりゃいいんだよ。エニグマ付きのあんたとあんたの姉を相手する身になってみなよ。ゾッとするぜ。ガナッシュ帰ろう。ガナッシュももうすぐ私やキャンディーみたいになる。何でもわかるようになるよ。そうすればもっといろんなことが見えるようになるよ。闇のプレーンにも死のプレーンにも敵がいっぱいいたけど、元の世界には敵なんか一人もいないのよ。何かが狂ってるだけ。ジグソーパズルのピースがぐちゃぐちゃに置いてあるだけで、最後にはちゃんと一枚の絵になるのよ。うん、もうすぐ見えるの。どんな絵になるかもうすぐわかるのよ。世界が君の敵になるなら世界なんかぶち壊してやる。
俺の兄貴がバニラに言った最後の言葉ぬ。ああ、俺の気持ちも同じぬ。ガナッシュがエニグマ好きになっても俺はガナッシュの親友だぬ。ああ、いい子だ。もしそんな俺が目障りならいつでも踏みつぶして構わないぬ。俺はいつでもガナッシュのそばにいるぬ。おいら一番弱くて一匹、強くなれなくて一匹、誰にも勝てなくて一匹、おいらはおいらで一匹、ガナッシュなんて勝てなくて一匹。落第してみんなに会えなくなってもおいら一人じゃないっぴ。いつまでもみんなと一緒だっぴ。ガナッシュも入れて16に、いつも一緒だっぴ。帰ろうガナッシュ。あんたの姉さんは私が何とかするよ。なんだって？これから起きることすって見えるの。あなたはエニグマとは融合しないわ。オリーブもなんかびっくりびっくりって言ってたってことは気づいてるんだろうね。みんなで学校へ帰って、二人でシブストの城、あなたの姉さんが捕まってる城へ向かって、それから何もかもわかるのよ、キャンディ。もういいんだ、みんな。はっきり言ってもう融合なんてどうでもいい。だけどもう体が動かない。これが俺の運命なんだ。もう融合は始まっている。止められはせん。俺がなんか変になっちまったら、その時は頼む。ガナッシュ、オイラが助けるっぴ。諦めちゃダメだっぴ。引き返すっぴ。弱気じゃねえかガナッシュ。助けてやるからちょっとばかりおとなしくしてな。ガナッシュどこまでも一緒ぬ。一人で行かせたりしないぬ。運命だったなんて終わったことのように言わないで。あなたが望めば私たちには何でもできる。私たちを信じて。諦めないでガナッシュ。気持ちが消えかけてるよ。自分でなんちゃんと気づいてるの。姉さんを助けるんでしょ、ガナッシュ。ふ、バカみてえだ。こんな無様にエニグマに取り込まれ、こんな俺じゃない。こんなのは俺じゃない。こんな奴と一緒になってたまるか。もう、オッケー、ガナッシュ。心を奪われないようにね。ガナッシュを信じるぬ。絶対に助けるぬ。最後まで諦めないでね。必ず助けるわ。グレイト、ちょっときついけどなんとかなるだろう。戦いづらいっぴ。ああ、ガナシの戦いだ。ガナシとの戦いだ。うわあ、ちょっとうるっときましたね。やっぱ連れてきてよかったこの3人。どうせね。うん、あ、いろんなのがいる。ああ、そうなのか、そうなのか。風はいないね。闇が2匹に、毒が1匹。ああ、愛がいるのか。愛は先に倒しておきたいな。あとは、刃と雷ね。うん、分かった。まあ、呼んでもね、結局消されると思うので、とりあえず攻撃しまくります。得意属性は特にいない。才の力、才の力かな。周りを先に倒したい気がするな。というか愛を倒したいから、そこを先に攻撃しようかな。サンダースパーク、才の力。いやー、ガル呼んでおこうかな。闇呼ばれた時にね、消せるように呼んでおく。使うこともできるしね。毒は後ろにいるから、グルヌイはこっち。でもガナッシュは体は乗っ取られてるけど、きっと気持ちは乗っ取られてないからはず。いや、ちょっとそう考えるとちょっと攻撃するのは申し訳なくなるけどね。キャンディみたいな感じで、これ倒したとしても一応エニグマと
ャンディーと同じ感じになるのかな。すごい力は解き放れる、エニグマと融合するけど気持ちはガナッシュのままみたいな感じになるといいんだけど、まずいぞこれは。隠す気はやられる。キャー強い。やっぱ回復するよね。うん、なんてこった。キャンディーは回復しとかないとな、やっぱな。うん、ピスタチオもフッカの尻尾で回復させて、レモンちゃんサンダースパックやっとこうかな。オリーブもサイの力で使っとこうかな。カベルネがカエル組アホで隠す気を回復させよう。カベルネじゃない方が良かったな。もうちょっと早い人でやるべきだったか。キックいいぞ。88くー、あ、よしよしよし、間に合った。いや強い強い、こんなにレベル上げたのに。うわ強い、厳しい。きついきついよ。キャンディー、キャンディーは回復に回ってピスタチオも一旦回復しようかな。でも一匹削らないと厳しいよな。イラグリンコ、カクスケはちょっと回復、オリーブを回復させようかな。オリーブもとりあえず一匹倒したいんだよね。カベルネは遅いからもうどうしようもないから、グルヌイユで攻撃しよう。よしよしよし、キックしてキック、よしいいぞ。まずい、倒せると思ったのに。あ、すごいピスタチオ避ける。あ、カベルネ、よしよしグルヌイユで一匹倒す。再生とかされないといいけどな。でもビアいないから、うわーやばいな、来た。はー、何この強さ、強すぎるよ強すぎるよ、無理だよ。今回回復回、厳しいって。強いよ、うわ強いよ。あーレベル上げかな、いけるかな。もう一回戦ってみよう。ダメだったらレベルを上げる。ごめんなさい、ここ飛ばしますね。せっかくの感動シーンだけど。いやー、うるうる来ちゃったな。なんかピスタチオもあれが結構きたな、私は。意外とね。いやー、カベルネもいい子だよな。オリーブはね、もちろんいい子なんだけど、カベルネほどね、自分を犠牲にしてまで友達思いに行動できる人はなかなかないよ。本当に仲いいんだな、この二人は。本当に友達だな。ね、キャンディちゃんが言ってる通りの未来になると信じよう。よし、その時は頼む。そうだよ。ケアがナッシュ、そうだよ、心を奪えないように。よし戦いづらい一品っていうのが可愛いよな。どうしよう。プレーテール最初は普通に攻撃するしかないもんね。あれ、バランシアとかがいいのかな。あとカテナをね、ショコラを連れてきてカテナを使うとかね。みんなの力、サイの力、
こうなるもんな。なんとか。お、しびれた。回復がしびれたぞ。いいぞ。ピスタチオ、オリーブ。ああ、強い。強いよ。と、キャンディーは回復する。回復。キャンディー早いから、キャンディーは大切にしよう。クスケは回復に回ろう。レモンちゃんたちはこうやって帰るよ。一人は削りたい、早めに。よしよし、しびれた。2匹しびれたぞ。これはいいかもしれない。よし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 、大丈夫。キャンディーはクイルユミ青でカクスケを回復し、カクスケは一応復活させるかな。ピスタチオ、レモンちゃん、しびれろしびれろ、みんなしびれろ。食べるね。今回は攻める、今回攻めるよ。え、ガナッシュ倒しちゃって大丈夫なのかな。うわ強い。うわー、一気に。あー嘘、もうダメでしょ。何それ、きつい。帰らせるとかあればいいのにな。格付けかな。いや無理だよ。あれ、たまに攻撃してこないターンがあるのか。一旦自分回復して。うわ強い、あー強い、何それ。レベル上げだなこれは。あー戻るか。レベル上げします。あー厳しいよ。なんだよ、これだけレベル上がってたら大丈夫だと思ってたのに。ここら辺で回復がいっぱいあるから、バッチリあるから、ガッツガツ使ってってレベルどんどん上げていこう。あーなんてこったい。裏でレベル上げをしようかな、また。いけると思ったのにな。能力アップ系連れてくると、あ、そうだそうだ、キャンディーのスピードアップをすればいいんだ、きっと。それで、カベルネとかを速くすることによって、回復とかが結構追いつくようになるんじゃないかな。回復だけじゃダメなんだけどね。ちゃんと攻めるようにしないといけないんだけど、そんな余裕もなくやられちゃうもんな。防具も結構整えてるはずなんだけど、こうやって簡単にレベル上がるところを見るとやっぱレベル不足なのかな。ここまで戦って、次回はレベル上げた状態でやります。いやーでもやっと進んだよ。しばらくね進んでなかったからさ。おー強い、2匹もいたもんな。しばらくね進んでなかったからね。ずっと気になってたんだけど、あと一回戦おうか。ずーっと気になってたんだけど、ね、いややっぱストーリーいいなー。うわ何これ、初めて見た。うわ適応すぎるでしょ、メカばっかりだ、やばいぞー。いやいい話だよー。あ違うよ、あみんなの力使ってもいいな、回復すぐいるから。よし、キャーキャー、やばいぞー。よしよし、いけるかな。うわー
ピスタチオ。あ、歯車か。ストーリーいいよな。これでいいでしょう。いや、みんないい子ばっかりだよ。他のメンバーでのね、会話も聞きたいけど。あー、いい話だ。助けたいよ、早く金足のことを。よし、じゃあ裏でね、レベル上げをしておきます。それでは次回は勝てるように頑張ります。ご視聴ありがとうございました。